俺は君に一つ可能性を提示したいんだが。なあ、秋臣くん。モデルをやらないか？え、高江野さん？今日頑張った秋臣くんにはご褒美あげなきゃな。あんた、またこんな人をからかって。アンジェンテ。無欲な僕の不貞行為。俺の特徴といえば、人より無駄に高い背丈だけ。それ以外はただただ平凡な学生で。ちょ、お、メガネ外すと意外に男前だな。なあ、男抱いたことある？それがどうしたことだろう。今、俺は。な、あるわけないでしょ。そんな怖がんなよ。案外いいかもしれないぞ。ちょっ、やっぱりいい体。雪吊りの美人、かっこ、ただし男に食われそうになっている。はあ、結果、遺憾ながらご希望に沿いかねることになりました。これで何社目だろう。はいはい、お兄さん、ちょっといい？なあ、これから遊びに行くんだけどよ、俺ら金なくてさ。嫉妬ばかし恵んでくんね。本当にお金ないので勘弁してください。ああ、いたいた。ああ。遅いよ、もう。他の奴らはもう2軒目行くって。さ、行こう。おい、なんだよ、横から急に。黙って合わせろ。あ、おい、こっちこっち。何？走れ。待て、これ。ああ、すげえ走った。すいません、巻き込んで。君、危ないよ。あんなとこで一人で何してたの？ちょっと考え事。へえ。男なのに綺麗な人だな。じゃなくて、助けていただいてありがとうございました。何か、お礼とか。あれ、もしかしてこれって新手のナンパ？違いますよ。ねえ、君身長いくつ？187センチですけど、何の関係が？おお、いいね。じゃあさ、時間あったらちょっと付き合ってよ。まだ飲み足りなくて。ああ、すみません、俺明日用事あるんで。就活中で金欠だし。まあまあ、そう言わずおごるしさ。はっ、ただ酒、ただ飯。少しだけなら。よし、そう来なくっちゃ。はい、乾杯。ついついてきちゃったけど、俺ひどく場違いな気が。君、秋臣、黒沢秋臣です。アッキーか。俺は高江の。アッキーで、秋臣くんは普段何してるの？大学生です。普段というか、このところずっと就活ですね。へえ、決まりそうなの？
アキ？それが今のところ全滅で。あらまあ大変だね。ああじゃああれだ、難しい職種とか？いえそういうわけではないんですけど、とりあえず絞ってはいるものの、それが本当にやりたいことかと問われれば、大学に入ればやりたいことが見つかると思ってたんですけど、実際はそんなこと全然なくて。おお、そんでそんで。ちゃんと聞く気あります？聞いてるよ。最近の大学生って感じだなと思って。それで見つからなかったから、とりあえず無難そうな会社を受け続けるものの、あるかもしれない可能性に未練たらたらって感じ。で、明美くんは数年経って振り返るわけだ。自分にも何かあると信じて熱くなっちゃって、俺も若かったなと。そうですよ。でももういいんです。とにかく今はどこか受かれば。そこまで粘ったなら諦めるなよ。え、ま、自分自身を正確に把握するのは難しいよな。そこでだ、俺は君に一つ可能性を提示したいんだがなあ、明美君、モデルをやらないか？え、モデル？いや無理ですって。お、メガネ外すと意外に男前だな。なあ、男抱いたことある？モデルってそっち系？な、あるわけないでしょ。やっぱりいい体。いやいやいや無理だって、やめろ。冗談だよ、本気にした。え？まあ興味があったら一度アトリエに来てよ。待ってるからさ。はあ、あんなふざけた人の誘いでのこのこ来ちゃうなんて。ああ俺相当来てるな。いやでもそんなことも言ってられないし。あ、メゾン、トミージーン、ここか。あれ、どこから入るんだろう。閉まってる。こんにちは、何かご用ですか？こちらに高江野さんっていらっしゃいますか？あ、もしかしてモデルの子？あ、はい。高江野くん！お、アッキー、来てくれたんだな、嬉しいよ。その呼び方やめてくれませんか？花ちゃん、倉庫からトラッド寄りの 2,3 着見繕ってくれない？楽しそう。はいはい、社長の仰せのままに。え？あ、それ履歴書もらうな。社長？ん？ああ、言ってなかったっけ？ここのデザイナー兼アトリエの主催をしてるんだ。うちは海外の工場で大量生産する既製服とは違って、このアトリエで職人たちが魂を込めて作るライトプレタが中心でな。まあ特殊なパーツはたまに外注に出すこともあるけど、アトリエ規模は大きくはないけど、年に数回コレクションもやったりしてて。待って待って、それってなんかすごいやつじゃないの？すみません、とんだ失礼を。本当にな、せっ
かく個室に連れ込んだのに指一本触れてこねえなんてさ。そっち？いやいや、俺ストレートですし、そもそも会ったばかりでそんな無責任なことできませんし。そこら辺はまあ、俺結婚してるから。は？付き合いとか面倒なこと言うつもりないから気にしなくていいぞ。ちょっと、いろいろ理解が追いつかないんですけど。え？あれ？ていうか、高江野さんってそっちの人じゃ？どっちだと思う？試してみるか。俺、秋臣くんタイプだから、いつでも大歓迎。あんた最低だな。そんな感じで頼むな。俺、かしこまられるの苦手なんだよね。はちゃめちゃな人だけど、結構話しやすいのが悔しい。メンズラインは立ち上げたばかりで、まだ専属のモデルがいなくてな。それで俺ですか？そう、俺見る目だけはあるんだよね。ショーや撮影は年中あるわけじゃないから。秋臣くんさ、資格たくさん持ってるし、もしうちで働いてくれるなら社員雇用で、普段は経理とか裏方業務してもらうのはどうかな。ああ、そっちの方がまだお役に立てそうな気がします。俺服のことは全然詳しくないので。髪少しいじるな。そんなのは仕事への情熱さえあればどうにでもなるさ。君はそういう人間だろ。会ったばかりでわかるんですか？わかるさ。だって君は、よし、イメージ通りだ。びっくりした。こんな服を着ると自分じゃないみたいだ。今背筋が伸びただろ。来た瞬間に世界が変わる。俺のメゾンの目指すところだ。うちには君が必要だ。嬉しい。どうしよう、すげえ今嬉しいぞ。不採用通知が届けられるたび、社会から不必要だと言われてるような気がしてた。自分自身を正確に把握するのは難しいよな。本当に俺でいいんですか？そんな間抜けな面してんなよ。決まりだな。改めてよろしくな。あら珍しい、おかえり。まあね、コレクションのステージ構成見直したくてさ。へえ。あ、ねえ、あのこと考えてくれた？ん？マリのやりたいようにしちゃっていいよ。ちょっと真面目に考えてよ、この仕事バカ。黒沢、内定決まったんだって？まあ決まったような。なんだよ、まだ悩んでんの？就職なんて条件だって。けどせっかくなら一生打ち込める何かがしたいって思わないか？まあそれが一番だろうけど、現実はな。っていうか秋臣って意外と熱いよね。え、そんなこと。まあ決まったならよかったじゃん。うん、ありがとう。って本当によかったのか？あそこにいたらいずれ食われやしないだろうか。試してみるか。秋臣くんなら大歓迎。
黒沢こぼれてるな。同性同士でも不貞行為になると思う？は？お前今日どうしたんだよ。ああいや何でもない、忘れて。バイバイ。はっ、お今度はなんだ。ごめん、俺もう行くわ。黒沢よっぽど就活つらかったんだな。高江野さん、何やってんですかこんなところで。おう、ちょうど近く通ったからさ。大学生ってどんなもんか見てみたくて。俺専門学校だったからさ。あ、なあ食堂連れてってくれよ。自由だなあんた。今日は人多いんですね。ちょうどコレクションの山場だから。お疲れ様です。後で挨拶に回るけど、奥のデスクが俺ので、その横の立ち台がパタンナ、型紙に起こす作業をする人たち、手前がクチュリエ、クチュリエール、いわゆる縫い子さんたちな。あ、メモ取ります。ああそうそう、正式な採用は新年度からだけど、バイトとして顔出してくれると助かるんだよね。来れる？あ、はい大丈夫です。ちょうど就活でバイトしてなかったので。今準備してるコレクション、これからレッスンして仕上がり次第で出てもらおうかな。え、そんなすぐ？だから仕上がり次第だっつーの。ま、そんな簡単なもんじゃないけどな。ですよね。頑張ります。あ、やだどうしよう、裾のところ引っ掛けちゃった。ちょっとこれ一点物だからあまりないよ、海外買い付けしてきたやつ。貸してごらん。レースだからね、歯切れをついでかがれば大丈夫。すみません、気をつけます。うん、落ち着いて頑張って。高江野さん、次こっちいいですか？ここなんですけど。そこはダーツが入るからもう少し。そうそう。おーい、コーヒーとおやつ買ってきたから、きりいいとこで一息ついてな。いただきまーす。当たり前だけど、仕事中はまるで違う人みたい。意外だって思ってる？え？驚かせてごめんね。私山城花江です、よろしくね。はい。ここはみんな高江野くんが声をかけて集まってくれた人や憧れてきた人たちばかりなの。山城さんもですか？私は高江野くんとは学生時代からの同期だから、そのよしみで。そんなこと言ってるけど、花ちゃんは腕利きのクチュリエールなんだぜ。引き抜いちゃいました。もうドーナツもらうね。さあ秋臣も食べたら上来て。あ、はい。全然ダメ、膝曲げんな。い、頭動かすな。こら秋臣、軸がブレてんだよ軸が。そんなんじゃみっともなくて、ウォーキングの先生んとこ連れてけないぞ。スパルタ、はい。手厳しい。あと自信なさげな顔すんのもやめろ。はい。おい、余計暗くなってどうすんだよ。あ、清美は器用貧乏っつうか不器用っつうか、見てて飽きないな。それ褒めてないですよね。ごめんごめん。けど俺が見込んだんだから自信持て。秋臣がこれから立つ世界では人を引きつけるのが仕事なんだ。自信のない奴には誰も憧れない。高江野さん。
近い。改めて間近で見るとほんと綺麗だな。アキオミ、わかったらもう一度。はい。なんだ今の。はあ、思った以上にハードだな。明日筋肉痛になりそう。おい、家どこだっけ？送ってから乗ってけよ。ありがとうございます。あれ、こっち方面じゃなくないですか？高野さん？バレたか。え？ちょっと寄り道してこうぜ。はっ！高野さん、今日頑張った清美くんにはご褒美あげなきゃな。あんた、またこんな人をからかって。奥さんいるくせに何言ってるんですか。清美こそさっき俺に見つめられて顔を赤くしてたくせに何言ってるのかな。バレてる。いや、あれは急に近づくからびっくりして。ほう、じゃあこれはどうした？生理現象です。まあいいじゃねえか、とりあえずしゃぶらせろ。んで、よかったらはめようぜ。ショック。早いな、溜まってた。清美、俺の初めてが男とか。もしかして。そのなんだ、すまん。つかフェラだけだからセーフでは。セーフじゃない。まあでもよかったろ。よくねえ。つーか、童貞なんて五章大事に取っとくもんでもないだろう。はあ、今言いましたね、禁断の言葉を。だから悪かったって。くそー、一瞬でもいいなと思った自分がバカだった。つーか、最大者のくせに。このピッチ。おい、誰でもってわけじゃないぞ。俺は清美が気に入ってるんだ。もう何も聞きたくないです。俺これからどうなっちゃうんだろう。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。無欲な僕の不貞行為は全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。